どのセリフも作らないでできたキャラなので、そうですね、印象的にはやりやすいって言ったら変なんですけど、あまり作り込まないでできたキャラクターです。私あまり自分が中心になるのが苦手なんですよ。で、自分の意見をこうだって通すのも苦手なので、どちらかというと誰かこう中心にいて、それをじゃあ自分はどうやって光らせようかなっていう方が好きなんですよね。そういう面では似てるのかななんて思うんですが、人間的にも好きですし、もし今 FF の10の中で好きな役を演じていいよって言われても、やっぱりルルがやりたいですね。それでもし自分が1ユーザーでプレイをする側の人間だったとしても、やっぱりやりたいなって思うのはルルだと思います。飛空艇から飛び降りるシーンがあるんですけど、あそこが絵がついてみて、あ、飛空艇から飛び降りるんだって初めて気がついたんですけど、でもすごくあそこはルルにしてはすっごくパンってセリフを言ったシーンで、音をとアフレコの時にはあちょっとルールにしてはやりすぎたかなとか思ったんですけど、あそこはみんながイケイケっていう気分だったので自分も出ちゃったんですよね。ルールにしてはバッて明るく出ちゃったんですけど、出来上がったゲームを見たら、はまっててよかったって。だからゲームって単独でセリフを取ることが多いじゃないですか。そういう意味で全員でみんなで普通のお芝居と同じように撮る時のその場の勢いとか雰囲気っていうのがすごく全員で撮ってたからこそ出たシーンなのかなって思って、すごく好きなシーンなんですけど、あと個人的にすごく好きで面白いシーンはやっぱりモーグリとか使うシーンですね。意味もないのに使ったりとか、全部サボテンダーからケットシーから全部試しました